33枚目シングル選抜予想的中率発表。選抜発表がしますってタイミングで各々その持ち合って選抜予想っていう動画を上げてるんですけど、はい、実際その予想したのってどんぐらいあったの？2回ね。そうね。そう、それプラス、まあ、今回の33枚目シングル選抜見て実際どう思ったかみたいな、そういうのも話したらなみたいな感じで、エンターはですね、578の20人、実際当たったのが20分の17人でございました。すごい、そう、率で見るとそうなんだ。そう、率で言うとめちゃめちゃ高いよ、9割超えって感じ。選抜動きがあって、僕も動きあった方がなんか まあその低下しちゃうよりやっぱりメンバーのモチベーションも上がるかなって思うところがあって、すごいいいなって思いました。2人とも、ね、スタイルが良くて、まあ、身長が高めじゃないですか、うん、だからなんかすげえボコって見えないからみたいなスイッターはね。33枚目シングル選抜予想的中率発表。どうも、タイのエンタです。レンジです。タクです。ヨウジです。はい、ということで、ね、今回のタイトルのまんまなんですけど、もうね、まあ、その選抜発表がしますってタイミングで、工事中でアナウンスされたタイミングで、その各々その持ち合って、うん、その選抜予想っていう動画を上げてるんですけど、はい、結構キンキンじゃないですか、1週間前とかに。最近って1週間前とかになるんで、結構もうその集まれなかったりするんで、お互いその予想してナレーション入れて動画を撮るみたいな感じのね、うん、動画が多かったんで、こうやってその選抜予想とかのためにそのみんなで集まるってことなかったんで、そうだね、で33枚目シングルのね、あの選抜が発表されたんで、うん、実際その予想したのってどんぐらいあったの、はいはいはい、っていうのとかもね、あの喋るのと振り返りね。そうね、そう、それプラス、まあ、今回の33枚目シングル選抜見て実際どう思ったかみたいなのっていうのをこうやって集まって喋ることもないんで、そういうのも話したらなみたいな感じでやっていこうかなと思います。はい、それでは楽しんでいきましょう。はい、じゃあね、最初に、選抜のね予想的中率っていうのをやっていきます。まずじゃあ自分のエンタの部分なんですけど、エンタはですね、578の20人で予想して、実際当たったのが20分の17人でございました。すごい、めっちゃ当たってんだ、はい、で、外しちゃったのが、清宮玲ちゃんと中西アルノちゃんと小川彩ちゃんが、まあ、入るかなと思ったんですけど、まあ、入りませんでした。で、実際入ったのがレノちゃんとリリアとユミッキー、この3人でした。まあ 85% ですね。なるほど。ですが私はセンターを当てましたっていうね、センターがナギちゃんでしたみたいな。でも初選抜のねテレパンも僕が2列目の真ん中に置いたんですけど、実際3列目の真ん中でしたね、うんうん、っていう感じで。はい、じゃあね、続いて、ヨウジさん、ここになります。ヨウジさんはね、567、18人だったんですけど、実際20人なんで、まあ2人少ないんですけど、まあ的中率って言えば18分の17です。17になってます。なるほどね。小川彩ちゃん以外は全員当ててます。おー、で、まあ結構今回のちょっとダークホースじゃないけどちょっと意外枠でレノちゃんと、リリア、あとユミッキー今回外してるって形で、でもなかなか当ててますね。そうね、結構、まあ、結構センターがね、まあ、廉価っていうことでなかなか尖ってはいるけど、なかなか、そう、率で見るとそうなんだ。そう、率で言うとめちゃめちゃ高いよ、9割超えって感じ。おー、じゃあ続いてタンクの選抜の的中率になります。でタンクも、はい、668かな、668で20人で、人数はあって、で、アヤティとデンちゃんがとレイちゃんが入りませんでした。まあ、20分の17人なってます。じゃあエンタと一緒だ。そう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 、意外と当たってた。ね。ね。で、レイちゃんとデンちゃんとアエティが今回入りませんでした。うんうんうん、なるほど。今回タンクが外したのが、レノちゃんとリリア、テレパンですね。テレパンが、テレパンがそう、タンクは入れてなかったですね。じゃあ最後、レンジですね。はい、まあ、レンジも20人かな、うん、569
で、20人なんですけど、レンジも20分の18になります。おお、1人高い。レンジは高いね。そうで、レンジはたまみとアルノちゃん、はいはいはい、ですね。で、レノちゃんとリリアがということで、そこですね。そこよね、そこ誰も当たってないもん。そう、まあまあなかなかちょっとダークホースな感じではあったですね。じゃあね、まあ一番高かったので言うと幼児かな。まあ幼児は人数がちょっと少なかったっていうのはあるけど、うん、まあ、人数で見たらレンジが一番、18人当ててるから。確かに確かに。で、俺らが17人っていう感じで、まあレンジが一番的中率高いかなって感じですね。はい、まあちょっと的中率はこんな形になります。まあ最後ね、センターが当たったのはじゃあエンターだけかな。はい、僕ですね。僕はちょっと2シングルぐらいナギちゃんって言ってたんでちょっとナギちゃん来る前ナギちゃんって言い続けるみたいな。いや、そこまで思ってたんだけどいや、ナギちゃんかなって割と思ってたから。なるほど。全シングルぐらいから。はい、じゃあね、最後にまあちょっと一人ずつ今回の、まあ、選抜がね、まあタイトルもちょっとまだ音源は発表されてないんですけど、タイトルがね、お一人様天国ということも決まりまして、まあ、本格的に33枚目シングルのね、まあ、多分ことがいろいろ分かってくるかなと思うんですけど、まあ、今回の33枚目シングル選抜のねメンバーを見て結構どう思ったかみたいなところをね、一人ずつ言っていこうかなと思います。じゃあまず僕からなんですけど、まあ、ちょっと33枚目シングルに限った話とかでもないんですけど、ここ32枚目シングル3枚目シングル見てて、結構その選抜に動きが出てきたんですよ。アンダー落ちちゃう子もいるし、やっぱり選抜予想、選抜に久しぶりに入る子、初選抜に入る3期生とかも増えて、個人的にその結構コロナの時ってほとんど動きがなくて、もう1回選抜に入ったらその子はずっと選抜に入るみたいな形のあったんで、結構アンダーの子にワンチャンない選抜だったんですよ、この20枚目後半ぐらいから、コロナの時に。でもだいぶこの最近になってきて、まあアンダー落ち、その推しの人からしたらやっぱりそのアンダー落ちしちゃうのってちょっと寂しいことかもしれないんですけど、まあ、その分その上がるチャンスとかも増えて、で初選抜とかもね増えて、その選抜がワンチャンあるみたいな動きがある選抜になったのですごい良かったなと思って、なんかそこら辺で結構やっぱりアンダーのこのモチベーションにもなると思いますし、うん、なんかそういうところすごくいいなと思ったのが印象でした。そうですね、今回レンジ的にまあ大その1、2期生が抜けたっていうので代替わりっていうので、まあ全然こう今までちょっとまあ固まってた部分が一気にガラッて変わるっていうのはすごいいいことなのかなって思いつつ、結構割と個人的には早めにナギちゃんセンターに持ってきたなっていうのが正直思ってて、変わる時期だから意外と安定を取るのかなって思って遠作選んでたんだけど、そこで一気に5期生センター持ってきたっていうのは逆にこうよりこれから新しい乃木坂を見せていくっていう意味ですごい楽しみだなっていうのは思ったなっていうのが最初発表の時の印象で、まああとはレンちゃんがちょっと2列目に上がってきたっていうのは個人的に嬉しかったなっていうので、ちょっとここ最近3列目にいることが多かったので、ちょっともうちょい前でテレビに映る機会増えていったら嬉しいなっていうので、ちょっと今シングル楽しみにしていきたいなっていう感じです。タンクはですね、そうですね、個人的に僕が予想したのはダブルセンターだったんですけど、うん、でダブルセンターの予想がなぎちゃんとさつきちゃんだったのかな、これは、うん、はい、まあ、片方当たりということで確かにちょっとせこいな、なんかせこいな片方当たりですダメですかね。いやダメとかないよ別に。いや片方当たりは間違いないなんかちょっとせこい気するの。でまああとリリアが俺選抜に入ってきたのが結構嬉しかったですね。10シングルぶりだもん、復帰だもんね。そう、10シングルぶりの復帰だからね。そうリリアのねダンスは結構パワフルで、自分が好きなダンスなので、まあ、それがねテレビで披露されて多くの人の目にね止まるんじゃないかなと、ちょっとすごい期待していますね。あとルミとイオキちゃんが並んでんのがちょっとすげえ嬉しかったかなって思う。どっちも好きなメンバーですし、あとねすごい2人ともねスタイルが良くて、まあ、身長が高めじゃないですか、だからなんか
すげえボコって見えないからみたいな。ツイッターはね。だってよ、だってその横ヨダじゃんなかった、ね。ボコって見えるなと。ズンって感じ。そう。まず、ね、ライブで実際にね、その33番目の曲を見たりすると思うんですよ。あのライブに行きますからね、僕たち。そうですね。だからそこをね、はい、ちょっと楽しみに見てみたいなと思いました。はい、じゃあラスト幼児なんですけど、まあ、最初にエンタが言った通り、結構最近あの選抜動きがあって、うん、僕も動きあった方がなんか まあその固定化しちゃうよりやっぱりメンバーのモチベーションも上がるかなって思うところがあって、うん、すごいいいなって思いました。でやっぱり僕は個人的にやっぱりレノちゃん初選抜が本当に嬉しくて、おめでとう。いや本当おめでとうだね。いや本当もう僕ずっとレノちゃん好きで、うん、正直まあレノちゃん好きじゃない人でもこのレノちゃんの初選抜ってすごい意味があるかなと思ってて、うん、結構か乃木坂加入してしばらく選抜1回も入れないともうずっと入れないみたいな風潮がちょっとあったかなと思うんですけど、うん、ここに来てレノちゃんがね初選抜入ったことで結構まあずっとアンダーやってる子たちにもの希望にもなるんじゃないかなって確かに思いましたね。あとやっぱり驚いたところだと川崎さくらちゃんと菅原さつきちゃんが3列目に行って、うん、あの一ノ瀬美空ちゃんと伊代木ちゃんが2列目に来たのが、まあ、発表の時はちょっと驚きましたね。そこの入れ替わりね。そう、そこがねちょうど来るってなった感じだもん。あとやっぱり夏シングルは結構こう初センターみたいなこう新しい感じが来ることが多いのかなって個人的に思いました。うん、でさらに個人的なことを言うと今回の僕のこの33枚目シングルの選抜はこう左側が多分僕目いっちゃいますね。左側に僕好きなメンバー固まってんなってすごく一列目二列目三列目全員こう、ね、向かって左側にこうね。メンバー固まってんなっていうことでこうもう視野固定みたいになっちゃうから、ね、本当だ、はい、びっくりするぐらいそうなんですね。びっくりするぐらいそうだよ本当っていうのがね、あの最初3枚目あのシングルのおもろいすんげー個人的すげー個人的感想です。以上です。はい、はい、じゃあね33枚目シングルの選抜予想の的中率とか見てきたんですけど、まあとかまあその選抜予想の話とかしてきたんですけど、まあこの撮影時点ではね、あのそれこそタイトルがお一人様天国ってことぐらいしか分かんなくて、あの沖縄公演に行ってる人しか、まあ、実際音源を聞いてないような状態でまだ本当何にも分かってないんですけど、まあこれからねまあ結構曲の感じが分かったりとか、まあ、実際に僕らあの真夏の全国ツアーの神宮公演行きますんで実際に見てみたりとかもねするんで、まあそのこれからのねあの前通の感想だったりとか、あとシングルがねあの発売されたら今後 CD 開封とかもねやっていこうかなと思うので、まあ、今後のこの33枚目シングルのね動きについてもね、まあ、皆さんよくチェック僕たちもチェックしていくんで、まあ、一緒にチェックしていきましょう。はい、じゃあね、33枚目シングルの選抜予想、まあね、動画ありますので、まだ見てない方はね、まあ、下の概要欄か、多分カード、多分ね、上の方にあの貼ってありますので、そちらの方からぜひ良ければ見てみてください。まあね、今後も34枚目、35枚目って多分選抜予想していくと思うので、そこもね、ぜひ、まあ、100% 目指して、頑張っていこうと思います。はい、じゃあねこの動画を見てね34枚目シングルも選抜予想を的中させたいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンコメントの方よろしくお願いします。それでは次回も楽しんでいきましょう。